まあ、一郎に憧れて野球始めたんですが、右肘を怪我して途中でやめました。はい、どうも皆さんこんにちは、おさとエクセルのおさです。今日はですね、これまで学習してきた文字列操作関数の中からファインド関数とレフト関数、この2つのコンビネーションを学習していきます。でこれまでの学習してきた内容をまだ理解してない方は、そちらの動画先に見てからこの動画を見るようにしていきましょう。で今日具体的にやることが何かというと、例えばですね、幼い公平という氏名のうち名字だけを抽出してくるようなことをやっていきます。あれこれレフト関数で勉強したことと全く一緒じゃないかと思った方いらっしゃいますよね。その通りです。しかしですね、今日学習することがまさに実務の中で使われる関数の使い方です。つまりこの動画しっかりチェックしていきましょう。どういうことかというと、幼い公平の場合レフト関数だと6文字抽出してきてねと言ったら、まあ、抽出してきますよね。 OSANAI で6文字ですね。しかしですね、ここにまた別の名前ですね、まあ、どんな名前でもいいんですけど、例えばフランシスコ・チェンみたいなね、よくわかんないですけど、まあ、そういう人の名前がいくとしましょう。そうするとフランシスコという言葉ですね、その文字数分だけ指定してあげないとレフト関数またぴったし抽出してくることができません。しかしですね、これ一つ一つ、まあ、指定してると、まあ、果てしなく時間がかかってしまうので、関数で自動的にその名字分だけ文字数を指定することができないかなというわけですよね。でその使い方が今回勉強する内容になっていきます。では具体的な使い方勉強していきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではこちらのワークシートをご覧ください。今ですね、名簿みたいなものをご用意しました。でこちらにまず3つ名前書かれてますね。公平、幼い、一郎、鈴木、正弘、田中と、まあ、完全に僕が野球ファンであることを反映した表ですね。でこのうちですね、公平、幼いの中から名前の公平だけを抽出していきます。レフト関数でやるとこうなりますね。イコールレフトで、括弧で、これ5文字ですね。ここにすでにレター数だけは書いておきました。まあ、5と指定してエンターですね。そうすると公平書いてきましたね。一郎の場合も同様です。全く同じことをして、今度6文字指定してあげます。そうすると一郎返ってきましたね。これ、一個一個レター数分かってたらいいんですが、もう分かんないんですよ、本当は。ですので、これね、コピーしてやってみると、こんな感じでね、レフト関数だけだとわけの分かんない文字列返ってきました。で、ここでファインド関数が登場してくるわけです。これをコピペ、下にコピペするだけで、一郎、正弘みたいな感じでね、綺麗にデータを整えてくれたら嬉しいですよね。ではでは、ファインド関数組み込んでいきましょう。レフト関数の第2引数の文字数をですね、フレキシブルに動かしていきたいなと思います。ファインド関数、皆さん覚えてますね、使い方。で今回はですね、半角スペースをこの対象文字列から探してきてねというふうに指令出します。で、これって今どんなことを表現してるかっていうと、この公平幼いというセルの中の半角スペースをですね、見つけてくれと言っています。でこの場合、6文字目に見つけてきますね。つまり、ここの第2、レフト関数の第2引数としては今、6という数値が入力されています。で僕らは、5文字であることを返してほしいので、ここからマイナス1してあげましょう。マイナス1ですね。でこれでエンターを押すと、うまいこと、公平と返ってきました。さて、これコピペですね。これでうまくいけば OK です。はい、うまくいきました。公平、一郎、正弘と上手に書いてきましたね。この関数の使い方、レフトとファインドですね。使い方、しっかり覚えておきましょう。レフト関数の第2引数にファインド関数入れていきます。以上です。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。今日はですね、レフト関数の第2引数にファインド関数を用いることで、一つのセルの中に含まれるデータの最初の方のデータを引っ張ってくることに成功しました。しかしですね、仮に一つのセルの中に半角スペースのようなものがない場合、これなかなか抽出しづらくなります。全角スペースだったらトリム関数を用いればいいんですが、仮にですね、スペースがない場合、公平を押さないみたいな感じで、続けて入力されている場合、非常に取り出しづらくなります。関数とか VBA とか使うとできないこともないんですが、なかなかね、しんどいのが正直なところです。
ですので皆さんに気をつけておきたいポイント、押さえておき、おいていただきたいポイントがございます。それは何かというと、データを入力するときにはできるだけ細分化したデータを一つ一つセルに打ち込むようにしましょう。今回の場合ですと氏名、公平、幼いを一つのセルに打つのではなくて複数のセル、二つのセルですね、公平と幼いというふうにセル分けて打っておくととっても楽になります。 Excel は一つを複数に分割するよりも複数を一つにまとめる方がかなり楽です。それはですね、また後ほど違う動画で説明しようかなと思っています。まあ今日の例でも出てきましたが、僕はちゃっかり野球ファンでして、ちゃっかりというかね、小さい頃ずっと野球やったんで、一郎に憧れて野球始めたんですが、右肘を怪我して途中でやめました。まあ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 、それは置いといて、ぜひ皆さんもね、体しっかり動かして体調キープして仕事頑張っていきましょう。どうもどうもありがとうございました。また明日、明日違うな、また今度。